札幌、2月は災害級ともいえる大雪が2月6日と22日を2回ありましたが、排雪や道路状況はいかがでしょうか。昨日ですね、3月2日中央区の中島公園のね、ちょっと西側の方に仕事で行ったんですが、中通りがザクザクでひどかったですね。こう穴ぼことかね、段差でこう車がね、なんか壊れそうでしたし、あとね、埋まりそうで非常に怖かったです。北区に比べるとですね、当然路肩の雪とか全体量のね、雪っていうのは少ないんですが、ただ道路自体はね、除雪があまり入ってないような風に感じました。私の地元はですね、札幌の北方面になるんですが、パートナーシップもですね、途中の大雪でね、大幅に遅れながらも、それでもだいぶ入ってきてですね、このようにね、先ほどと同じ道なんですが、だいぶね、広くなりまして、地域の生活道路のですね、おおよそ 50% ぐらいこちら方面入ったんじゃないかなという感じがします。このようにですね、排雪が入ったばかりという道はですね、車もすれ違うことができますし、このね、道路面の床の厚みがやっぱりね、なくなることによって、すごいね、揺れるこう段差とかもね、なくて非常に走りやすくてありがたいなというふうに思いました。ただですね、早めに入る予定だった上長目はまだいいんですが、まだのね、場所っていうのはね、やっぱりまだ本当大変です。ここの道路なんかはですね、この先確か5日前ぐらいもね、私通ったんですけど、その時とね、ほとんど変わってないというか、進んでないようなんですよね。道路のこの雪の厚みだけでもね、50センチぐらい落差があると思うので、本当にね、雪の厚みってね、あともね、こうやってやっぱり大変だと思いますのでね、もうちょっとでこの場所も入るんじゃないかなというふうに思います。中にはですね、中通り走ってるとですね、ちょっとね、行き止まりというか、ちょうどね、排泄の、ところでね、こう道が塞がれてるようなところも、ね、時々遭遇します。これはね、もう仕方ないので、バックしながらですね、ちょっと切り返しもできないんで、この後ね、100メーターぐらいバックして戻りました。バックもね、こう道が狭いので、本当にゆっくり慎重にね、バックしていかないと、雪山にね、車当たってしまうので、慎重にバックしてます。国道のですね、石狩街道はもうようやくね、きっちりこう3車線にもなりましたので、非常にね、走りやすくなりました。町の方に近くなるほどですね、まだ途中から、2車線に、ね、なってるところもありますので、右折車とかいるとね、どうしても渋滞とかになっちゃうのかなというふうに思います。こちらはですね、岡玉の工業団地の方にある、雪捨て場なんですけど、これもね、もう遠くから見てもね、もう燃える山に見えるぐらい、すごい雪山になってました。もうね、ダンプで上の方からもね、これちょっと怖いぐらいな高さあるなというふうに思いましたね。なんか雪捨て場の方もだいぶいっぱいになってきて、もう札幌市内も捨てる場所がなくなってきてるというようなことも聞きました。パープルロードはですね、3車線のうち、2車線が、走行できるような状況でした。でこの南あゆの里のね、ちょっと手前のところ左側にですね、雪捨て場があったんだと。私もちょっとこの道はそんなに通ることないので、ここに雪捨て場あるっていうのはちょっと知らなかったですね。混んでるものなのかどうかわからないんですが、雪を積んだね、ダンプが数台並んで、順番を待ってるような感じでした。あゆの里の住宅街は、今日もね、排雪作業入ってましたが、見た感じおおよそ3割ぐらいなのかなというふうに見えました。早めに入ったところもですね、22日のこう雪があったので、
もうね入ったのか入ってないのかねちょっとわからないぐらいになってる場所もあるので、まあ、なかなかね判断はつかないんですが、まあ、いずれにしてもねやっぱりこのね愛の里っていうのも雪多いなというふうに思いました。まあ、こちらもね早くね排雪入ってね一回きれいになるとだいぶね違うかなと思うんですが、もう間もなくかと思います。はい、ということで今回はですね、札幌市の北方面の、雪の状況、排雪の状況をちょっと動画にしてみました。今週末もですねまたちょっと雪の予報のようなんですが、まあ、あまりね降らないことを祈って、この動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。